おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日は何の話をしていくかと言いますと、サカツクのガチャの引き方について解説していきたいと思います。これは結構ですね、どのガチャ引いたらいいのかっていうところにもつながってきますので、チームのね作り方みたいなところを踏まえて話をさせていただけたらということで、早速やっていきましょう。さあ、サカツクのガチャなんですけど、初心者の方ね、無課金の方、まあいろいろいらっしゃると思うんですけど、基本的には GB をちゃんと貯めてまとめて引くのがおすすめです。これはもうね、もう皆さんお分かりかなと思うんですけど、ちょこちょこ引くよりまとめて引いた方がいいです。今回のこのベルカンプガチャを例に出させていただくと、サカツクってまあほとんど他のねソシャゲのガチャもそうなんですけど、ステップが後ろに行けば行くほど特別獲得枠が豪華になります。なんで例えば同じ100回引くのでも3つのガチャでステップ 1,2,3,1,2,3,1,2,3,4 ってね、30連30連40連を3つのガチャで引くと、手に入る特別獲得枠って仮にねこのステップと同じものだと仮定した場合、 20% の獲得枠が6回なんですよね。同じ100連の場合でもステップ3までを30、30、40で引いちゃった場合は 20% の枠が6回来るだけですよね。でも例えば1つのガチャにそれをぶち込めば、 20% の枠2個に加えて30、40の枠 50% あとは1人確定の枠ということで、同じ GBA を使ったとしても手に入る確率がぐっと変わります。なんでまとめて引かなければいけないっていうのが1個大きな理由としてあるんですね。ちょくちょく引いちゃうともったいないです。特別獲得枠、選手1人確定とか、ものによっては好きな選手と交換できるチケットが100連で手に入るのに、毎回20連とか30連ばっかり引いていたら、まあね、ちょっとそれがそっちの方が楽しい場合もありますけれども、手に入る数が減っちゃう、星5の手に入る総量が減るっていうのは一個もったいないところとしてあります。なんでまとめて引いた方がいいっていうのがあるんですね。でもう一個まとめて引いた方がいい理由があります。それがサカツクのそれぞれの監督が持っているフォーメーションコンボの効果に由来します。全ての監督はフォーメーションコンボを持っていて、この監督それぞれのフォーメーションコンボ効果ごとに各監督が得意とする選手たちがいます。例えばシャビ監督、全選手のドリブルパス、セービング、タックル、マーク、トラップ 80% 強化、これ星6監督だったら大体みんな似たようなね、まあ内容変わりますけど項目は6つぐらい持ってるんですけど、その下にスタメンの CG バルセロナ選手1人当たり全選手が 2% 強化され、最大 102% 強化されるってあるんですね。これが強いんです。これもともと 80% 強化なのに、バルセロナの選手がスタメンに1人加わるごとに 2% で最大 102% まで変わると。 80% と 102% の差ってめちゃめちゃ大きいですよね。これってスタメンだけなんです。変な話、ベンチにその、チームの選手がいてもダメなんですけど、スタメンだけだとそうなんですね。例えば私のこのチームでいくと、ビジャ、クライフ、エトー、ブスケツ、マルケス、アウペスっていう 1,2,3,4,5,6 人のバルサ選手を使ってます。それのおかげで 6×2 で 12% のバフが追加で乗っているので、私のシャビ監督の効果としてはドリパス、セービング、タックル、マーク、トラップが 92% 強化されてるんですね。 92% 強化、 80% じゃないんです。これがもう一個まとめて引いた方がいい理由です。ちょくちょく引いて、いろんなチームの、例えばねバルセロナとかシティとかローマとか、いろんなねクラブの選手をちょっとずつ集めるよりも、一つのクラブとか一つの国籍をぐっと集めてしまって、その選手たちだけでチームを組んだ方が監督、その監督で使った時に強くなるんです。なんで長続きできるんですね、監督が。で見ていただいたら分かる通りですね、私のこのエトーってセンターフォワードの選手を右で起用してるんです。いるんです、別にあのエトーよりも総合値が高くなるライトウィングの選手はいるんですけど、エトーをわざわざ使ってるのはつまりはそういうことです。エムバペとかメッシ入れた方が総合値高くなるんですけど、こんな感じでね、エトーを使ってるのは前半 2% のバフを乗せるためですね。後半どうせアセンシオに変えるので、エムバペじゃなくてエトーでいいやっていう考え方です。まあ、ちょっとねエトーの場合はセンターのレーン特徴あるので、まあエムバペよりエトーでいいかなっていう割り切りができているっていうのもあるんですけど、あのこれがおすすめとは言わないです別に。私は最近ちょっ
と、こうやってねクラブ染めを意図的に強化しているのをちょっとチームとしてどっちの方が勝率高くなるかっていうのを検証してるのでやってるんですけど、おすすめは別にしません。別にエムバペいるなら別に普通に右にエムバペ置けばいいです。じゃなくて、ただどっちにしろ国籍、クラブ揃えることでチームが強化されるのであればされた方がいいっていう考え方ですね。特にエトは後半どうせ下げるので、エムバペだとしても後半どうせアセンシオをジョーカーに変えるので、まあ、それなら前半エトでいいかっていう考え方です。この各監督が持っている、例えばシャビ監督の CD バルセロナ選手あたりの全選手 2% 強化っていうのはスタメンの選手1人あたりの強化であり、途中交代でアセンシオを出しても 2% のバフは乗ったままですし、逆に言ってしまえばエトはバルサの選手ですがスタメンで出さないと 2% の強化は乗りません。だからこそのエトをライトウィング起用を私は今しているわけです。あと例えばマルケス DMF 起用とかね、本当はマルケスセンターバックに置いてもいいかもしれませんが、ラドモンドがちょっと優秀すぎるので外せず、マルケス DMF に置いてます。センターバックの選手で DMF もできる選手なのでマルケスはね、特にバルセロナの選手っていうところもありマルケス置いてます。あとはダニエル・アウベスですね、彼もバルサの選手なので限界突破5回やってません、3回しかしてませんが置いてます。それこそね昨日の限界突破の話で、話をしましたが、アウベス3回の限界突破で止めてます。いや本当は5回やりたかったんですけど、母体確保が1人しかできなかったので5回はさすがにしんどいなと思って母体がね1人しかいなかったので3回で止めました。まあ一応ねポゼッションで使った時能力ダイアップしてるので、まあギリギリ許容かなって感じです。できれば5回したいですし、今後ちょっとアウベスが来てくれることを密かに期待してます。もう来ないでしょうけど、はい、カフー入れた方が総合値高いんですけど、さっきの理由でねバルサ染めの選手 2% 強化をスタメン全員にかけるべくアーベスの免許をしてます。こんな感じでね、例えばバルサガチャが来た時にきちんとガチャを引いておいたら、例えば私ジョルディアルバとかもやろうと思ったらできるんですけど、左に置いたり、あとウスマンデンベレ右に置いたり、センターフォワードのところに、レバンドフスキを置いたりね、バルサの選手を使えば使うほどシャビ監督は強くなります。同じように例えばミランとかでいくと、さっき監督のところではミラノの選手を使えば使うほど強くなりますし、リバプールのクロップ監督だったらリバプールの選手を使えば使うほど強くなります。だからこそまとめて引くのがおすすめっていう考え方です。でもう一個ね、同時に例えば星5確定スカウトチケットの中から来る、今パッと目についたところでいくとベナンロディだね、レナンド・ロディ南米セレクションスターズの選手なので、もしも南米セレクションスターズの選手、南米セレクションスターズのフォーメーションコンボを使うのであれば、一見同じような、強さのデイリー・ブリントがいますけれども、ブリントではなくロディを使った方がいいです。ブリントはアムステルダム FC、まあ、つまりはアヤックスですけれども、アヤックス所属の選手なので、南米セレクションスターズのフォーメーションコンボで使ってもバフはかかりませんが、ロディを使うことでロディ含めた全員の総合値、上昇値が 2% フォーメーションコンボが強化されます。ロディ使った方がいいです。だから私がですね、エリック・ダイヤが来た時にダイヤはマジで優秀だって声を高らかにしてね、皆さんに言わせていただいたんですね。ダイヤは欧州セレクションスターズの選手ですから、欧州セレクションスターズのフォーメーションコンボでダイヤを使えば中央突破、欧州セレクションスターズが現状最強なので、5周年でもしかしたら更新されるかもしれませんが、このフォーメーションコンボでねダイヤを使えればその分全体の 2% 強化が入ります。中央突破の選手でかつ 2% の強化が入る、かつ総合値も 11,800 っていうことを考えると、ダイヤ本当に強いのがね皆さんお分かりいただけるかなと思います。なんで新しいね星5確定スカウトチケットのラインナップで追加される、先ほどのロディと同じように南米セレクションスターズのウィリアンとかもそうですが、この所属のクラブが強いんですよね。セレクションスターズってクラブじゃないんですけど、サカツクの今このゲームの中で一応クラブってくくりなのでクラブって彼で言ってますが、こういうところが最新のフォーメーションコンボにマッチしてくれているので、そこのフォーメーションコンボで使えばフォーメーションコンボ自体の強化もされるということで、こういう選手たちもおすすめです。だからサカツクのガチャっていうのはまとめて引くのがおすすめなんです。それをね含めて今回の戦術ガチャの中で見ていくと、例えば中央突破で行くのであればラモスは欧州セレクションスターズの中で使うと強化される、クラブがね欧州セレクションスターズですからねっていうところで強化されますし、ここら辺の選手を狙うことが有効だっていうのが分かってくると思います。他のところで見ていったとしても、例えばカウンターの中で見ると
もちろんね、新選手3人はリバプールの選手なので、日本代表の森安監督のフォーメーションコンボでも使えますが、ヌニェスもシャドーストライカーだしね、ファンダイクもディフェンスリーダーなので使えますが、使うならクロップ監督の中で使った方が強くなります。で、例えば出てきたポベガとかはミラノの選手なので、ミラン染めで使った方が強くなります。まあ、つまりはそういうことですね。なんでリバプール染めの人にヌニェス、フィルミノ、ファンダイクがめちゃめちゃおすすめできるっていうのはそういうことです。彼らを使えばその分チームの強化もされますし、例えばね、カウンターで今ディフェンスリーダーで、リバプールのディフェンスリーダーじゃない選手をね、クロップ監督で使ってるんだったら、ファンダイクに変えればファンダイク自身も強いですし、リバプール染め自体も強化されるっていうことで、めちゃめちゃ強くなります。ということでですね、サカツクのガチャっていうのは基本的に各監督の持っている染め、例えばさっき監督で言ったらミラン染めですし、シェクター監督で言ったらレアル染め、シャビ監督で言ったらバルサ染め、レッピ監督で言ったら欧州セレクションスターズ染め、こういった染めに合わせてまとめてガチャを引いて、きちんと1戦術ごと完成させていくっていうのが、意外とね GB 貯めるのが大変でめんどくさくて遠回りに見えるんですけれども、実はチームをね、強くする近道ですので、ぜひご検討いただければ幸いです。ってことで今回ね、ちょっとまあ細かい数字の部分の話とか 2% の話をさせていただきました。ぜひぜひね、ガチャ引こうか悩んでるときは検討していただければ幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。本当にね、5周年近くなってきたので、どのタイミングで引けばいいのかっていうところ、今回のね戦術ガチャも、どのタイミングで引くかっていうところ悩ましいとこかなと思いますが、ぜひぜひね、染めるっていうことを意識して引いていただければチーム強くなるんじゃないかなと思います。皆様の良きゲームラフになってます。豆腐でした。バイバイ。